上げてきた富田は胸で落とす、シュートを打ってきた前川、枠は捉えていました。富山と前川で今一心を作りました。縦長野が流れて、もう一度生駒かわした、クロスが入ってくる、中央ヘッド、うわラスキーパー、ここは川野のヘディングでした。思わず倒れ込む、いやいい攻撃を称える前に素晴らしいナイスセーブでしたね。関のこのスーパーセーブでした。抜け出した、ここはヘナうまい、奪った荒垣と、そして左平山、3対3です、はい、左から上がってる、右長野いるが荒垣シュート、こぼれたボール詰められません。荒垣自分で行きました。今日当たってますよね。いやただ決めきれませんでした。ここは関が再三渡っていいセーブを続けます。入ってきて預けた、シュート打つか、左へ低いボール、西村から戻して針ヶ谷シュート、ここもゴールキーパー、まあ正面でしたがしっかりと枠を捉えていました。